膨張剤。この2個もともとなんでこの商品作ったかっていうと、あの鮮度をあの売りにしたかったのに、あの焼きたてとか蒸したてとか揚げたてとか鮮度をなんかあの日持ちするものっていうのはもちろんあるんですけど、そういうものじゃなくて出来たてを提供したいっていうのがあって、まあ焼きたてとか蒸したてはあるんですけど、揚げてるっていうアイテムがちょうどなかったんで、それで、そういうライブ感というか鮮度を売り物にするような商品が一つ欲しいなと思って、まあ、考えたんですけど、まあ、せっかくあれするんやったらもうちょっと地域性というかそういうものだろうかなと。それでまあこっちに娘入れて、まあ、それでタコ検定の上級編を取ってる子が友達にいるんですけど、その子がタコの墨のことを黒部っていうんやで聞いて、あ、それは面白いなそれ引っ掛けさせてもらおうかなと思って、それでタコ部になっていったのね、はい、そもそものあれはうちとしてはやっぱり鮮度というか揚げたて出来たてを売り物するのがやってもいいかな。でも可愛らしさもお店に来られてもう店頭で買っていただくという、そうですね、お取り寄せそういうのはもうできないということで、はい、そういう商品はそういう商品でまた作ったらいいかなと思うんですけど、あんまりその最初にこういうそういうコンセプトを作ってますんで、やっぱり取材を受けたりしたらすぐにちょっと何百個欲しいみたいな感じで出されたんですけど、次の日に使われるということだったんで、ちょっとそういうの向いてないと思いますよということでお断りさせていただいたんですけど。お待ちしております。